DVD ディクリプターは DVD のディスクイメージを抽出することができるフリーウェア。マイクロソフト Windows 上で動作する。主に DVD ビデオのバックアップを取るために使う。ノルウェーのンヨハンセンが1999年に開発した DX を元にした CSS 解除機能を実装しているため、CSS による暗号化をデコードした上でディスクイメージを抽出できる。 またこのソフトウェアには ISO 等のイメージの DVD メディア書き込み機能やディスクイメージのリージョンコード変更ツール、ユーザー操作禁止項目除去ツールなどが付け属している。CSS はコピーコントロール技術ではなくアクセスコントロール技術であるため再生時にも CSS を解読する。またこのソフトを利用して抽出した投合式ディスクイメージが w i n n や シェアなどのファイル共有ソフトに違法にアップロードされることが問題となっている。2006年1月現在、公式サイトは閉鎖されており、そこから本ソフトをダウンロードするのは不可能だが、ミラーサイトからはダウンロードすることが可能である。さらに、DVD ビデオをコピーする方法を記した書籍や雑誌の付録についていることがあるため、入手はさほど困難ではない。 日経 PC212009 年3月号に、マクロビジョン保護を除去のチェックを外す形で、同ソフトが記述されている。DVD ビデオをリッピングして、ハードディスクドライブに記録された ISO イメージは、DVD メディアに書き込まなくても仮想 CD、DVD ロムドライブ作成ソフトを用いて、Windows メディアプレイヤーなど、メディアプレイヤーで再生することができる。開発はすでに終了しているため、 最新タイトルのリッピングには対応していない場合が多い。なお、日本では2012年6月20日に DVD などに用いられる CSS などの暗号型技術を著作権法上の対象となる技術的保護手段に追加する DVD のリッピングの違法化を盛り込んだ著作権改正法案が可決されている。これに伴い、 CSS 等の保護技術を回避しての DVD のリッピングは、指摘複製の対象外となり、違法行為となる。CSS を回避する、プログラム、装置を提供することについても規制され、刑罰の対象となる。平成24年通常国会著作権法改正、等について、文化庁の見解。文化庁、2012年7月13日閲覧。ありがとうございます。